残波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 。はあ、完全に最後ゾーン入ったわ。今見えた。攻撃は最大の防御。いや、折れなかったな俺。ちょっと自分今褒めたい。折れなかった、よくやった。自分に言いたい、よくやった。は？は？え、クラッシュした。皆さん、鬼畜ゲームって一体何でしょうか？敵が強ければいいのか、逆に自分が弱ければいいのか、クリアできなければいいのか、違いますよ。3時間かけて倒せるレベルのボスを倒した瞬間にゲームの仕様としてそのデータがクラッシュするものを鬼畜ゲームと言うんですよ。こちら2代目ファイナルソードことグリーンフィールドシルバーツリーでは、そんなゲームがあった場合にクラッシュするゲームはクリア不可能でしょうか？できないんでしょうか？いえ、可能です。さあやっていきますか。こちらのゲームも多分ね、みんなストーリーわかんないと思うんだよね。多分忘れちゃってる可能性もあると思うんだけど、皆さん大丈夫です。これ僕も初めから分かってませんし、なんなら現時点で前回に戻っちゃったので何も変わってないんですよ。ここにいる管理者634だっけな、イーソンを倒して前回クラッシュしたんだよね、3時間ものデータが。で、僕結構ね、正直折れちゃって、ぶっちゃけた話ね、もうちょっと実況できねえかなと思ったんですよ。ただですね、またもこのゲームのグリーンフィールドシルバーツリーの攻略班から新情報が来てまして、本当にこれマジで攻略サイトなんかもちろんないし、この動画もね実況がないので、なんで攻略情報手に入ってるのか全く分かんないんですが、奥の螺旋の上に宝箱ありますよというね攻略情報来たんですよ。これ奥の螺旋ってさ、この木のことかな、かなり遠いんだけど、まあ、それを取ってますかみたいなこと言われまして、いやいやいやと、奥に螺旋ってこの上のこと言ってんの。それをちょっと今回ね一応チェックして、もう一回イーソンに挑もうかなと。でもそれでさすがにまた、まあ絶対クラッシュしたらさすがにもうちょっと厳しいかなと思うんだけど、要は長時間プレイしてゲームへのさ負荷というかね、増えるわけじゃん、どん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 データが溜まっていって。うわ、これ登れそう、マジ？え、螺旋ってこのこと？マジで言ってんのこれ、ガチで？で、時間長引いたらセーブして一旦ねゲームを落とすってことをすれば、まあ軽い容量でねできるんじゃないかと。で、なんとかしてこの先にいる、多分リンなんだろうね、あの奥にいるのは。リンにさ会いたいんだよね。これ本当にあるのこれ。俺もう5分ぐらい走ってるけど、あ、でも若干なんか見えてきたな。草っぽいのがある。逆にむしろさ、これであったらさ、この攻略情報を知ってる人何者なの本当に。マジでこのゲーム作ってる長さんの可能性まであるぞ。さあ、あ、もう宝箱、あ、めっちゃあるじゃん。何これ、めちゃくちゃあるじゃん、マジで。銀歯、あ、全部銀歯、もしかして武器ない、銀歯、いや最後ぐらい武器くれ、全部銀歯かい。で、銀歯こんだけ入ったらかなり今この才能開花できるんじゃないか。ライフはもうマックスでしょ。被災、多分これマイナスダメージって感じかな、被災はに行くか、霊力プラス 5%。 これさ、被弾下げた方が多分、あ、こちらは強いな。アップグレ、アップグレ、あ、でもこれしかいかないんだ、マジかよ。全部銀歯がよりによって、で、こっから帰るわけでしょ、もう一回10分かけて。何この苦行。あとね、もう一個あるらしくてですね、その隠しアイテムみたいのが、そこに行きましょう。その魂の伝達で、ここじゃないな、この玉林中学校に行くんですよ。で、ここが多分ね2面、パート1でも来た場所だと思うんだけど、で、この校門付近の階段、あ、これか、の先になんかあるみたいなこと聞きまして、いや、さすがに俺、ないと思うんだけど、ありましたね。ありましたね。何、玉林？何、玉林って、リンゴかなんか、あれじゃないんだ。銀歯じゃないんだ。え、タスクじゃない。武器？武器でもないな。食べ物じゃないんだ、玉林なのに。そのリリース。あ、これくっつくんじゃね？
攻撃速度プラス 29%。 じゃあめちゃくちゃ強えし、何これ、硬いの満点投腕カスじゃなくなっちゃうんだ。硬いの玉林カスになるんだ。え、満点投腕どこ行った？じゃあ、え、リリース満点投腕どこ行った？硬いの玉林カスになりましたね。わあ、イーソンやるか。じゃあこいつ普通に強かったんだよな。だって前回3時間よ、こいつ6号9か、どっちでもいいわ。もう3時間かけて倒してクラッシュしたんで、ちょっとトラウマになってんだよな、ぶっちゃけ。コメントでさ、このイーソンが左に走ったら左から打ってきて、右に走ったら右から打つんじゃないかみたいなこと言われたんだよな。それこう気になってて、どっち走る、まあ、左だよね。ああ、左から打ってきた。次はどっち行く、右だから、右からか。あ、右からだ。これ右だよね、右から。うわ、すげえ。てかさ、これをみんな分析してるね、うちの視聴者は、ね、どうしたいんだ、これを分析して。みんなもったいないよ、その時間。でももっと別のさ、勉強とか。どっち、右、これ右、まっすぐか。まっすぐの場合まっすぐで来るんだ。これ右だから右からだよね。なるほどね。絶対マジでみんなこれ勉強作った方がいいよ、その労力。何を研究してるんだみんな、これで。だったら見てからで無理か。見てからでいい、見てからで。はい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 、斬鉄剣オッケー。いや、いけるいけるいける。でフリーズしなきゃいいんだよ、これで。前回ここでフリーズしちゃったんだよね。でそれがなければ今日リンに行けるはず。ありがとうみんなが攻略情報。いや、通りで結構いける結構いける。待って、今何分、まだ30分くらいだよ。頼む、乗り越えてくれ。頼む頼む頼む。よし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 、会いに行こうぜ、リンの元へ。あ、やっと来てこれた。やっぱちょっと感動する。やっと来れた、この先に。で、一応ここで言えば4枚の壁があったわけなんだよね。ただそれ全部今俺が四天王は何このダミー人形。ちょっと待って、全員倒せみたいな。落ちくせえな。まあそう簡単に生かしてくれませんよっちゅうことかな。あ、イーソンとやった俺の相手じゃねえんだよ、どけや。まあこんなもんですよね、軽くひねっちゃいますよ。こう考えると結構よくできてるのがうぜえ。ああ、なるほどね。ただまあ個体のやつを倒していって、まあ、剣持ちを集めちゃって、で月火天将でいいんじゃないだよね。 OK、 いましたね、我が親友リンさん。話してみようか。さあ、こうちゃんの読解しようね。めちゃくちゃ相変わらず叫ぶね、これね。私勝ち叫んでいった。ちょうどいい。お元気ですか。緑屋ではないですか。そして管理者によって設定された保護カバーもあります。これなんかだから隠語なんだよな、メタファーなんだよな、これが。私は7つのクラスの男性を超えていきたいのですが、これらは小さいことですが、最も重要なことはあなたが元気であることです。ああ、多分これは要は7つのボスを倒すんだけど、あなたはやっぱリンが友達だから親友が元気であるのが一番ってことだよな。ところでファラダのろくでなしはどうですか。ここだけはちゃんと理解できますね。あのうぜえやつどこにいるって感じだよな。彼らは私の力を白人と呼ぶのに使いました。白人はすぐに現れ、次に汚染された白銀樹を浄化します。これが要はシルバーフィールドツリーのテーマだよな。強い霊的力、これが白人ですか。これは白人ではない。彼女はこれスタンドみたいな感じ。緑人私は緑人クレートです。クレートです。だからやめてほしいな、この急に漢字と英語のコンビネーション、異文化な感じがしていいね、これね。かわいいね、緑人クリエイターズって呼ぼうか。じゃあ私は白人の人力を傍受して白人に対して十字軍になった。十字軍になった、どういうことだろうこれ。白人を打ち破る、神同士の間に矛盾があるのか、それとも神が。ああ、じゃあ十字軍ってあれだよな、昔世界史だったよね。十字軍ってことは十字軍になった、つまり神に対抗する、神をファラダとするんであれば、ファラダに対抗するのが十字軍ってことか。じゃあ敵の敵は味方なのかな。味方っていう解釈でいいんでしょうか。すいません、白人の中、私が送り出したものです。
それはリンなんだ。それは残念です。これ敵対し今してないってことは、白銀樹は汚染されていますか。はい、あなたは白い紙を取り替えることができます。白銀樹を復元しますか。一応じゃあこういったクリエイターズも神様っていう解釈なのかな。リョキアと白銀樹は私の神の力で構成されていますが、私は拒否します。がそれらが感染しているなら全て削除されるべきです。リョキアっていうのが今俺が生きている世界線かな。で白銀樹は神の世界で、それはど両方とも神の力で構成。もう訳がわかんねえこれ。誰か頼む、解釈班。すまん、マジで難しいこれ。削除しますか、どういう意味ですか。リョキアはあなたによって作られたのではありませんか。そうだよね、神様ってことだもんねこいつが。で両方神の力で作ったって解釈のはずなんだよ。あ、こいつは作ってないんだ。想像しませんでした。じゃあ誰が作ったの。しかしそれはすでにこの世界に存在しています。それら私が今どういうことだ。破壊神にこいつなっちゃった。闇落ちしたのかな。そうじゃないよね、汚染されてるから壊すっていう感じだよな。あ、え、緑人とやり合うの。あ、リン味方やん。あ、まずいまずいまずい。あ、後ろにも反対あるんだこいつ。かなり強いじゃん。リンに任せていいんじゃない。あ、ダメそうダメそう。これだとリンごといっちゃうよねワンちゃん。わあ、強い技おも、強い技お持ちだねあんたね。神様、お前めちゃくちゃ。待って待って、俺リンのままいじめんじゃねえよ。おい、うちのリン結構硬い。なんでリン、なんでリンさ拳なん。あ、こいつ結構避けにくいな。完全リン拳じゃん。あー強い技持ってんな。ちょ、リンクソ硬いし、これリンに任せてこれいいんじゃないの。ダメ、あ、やばそう、これやばそう。あ、でも別に全然管理してない。リンさすげえ遅い右ストレートで、なんなら攻撃範囲ゴミなんだけど。実はリン全く強くないんじゃない。あ、強え強え強え、モーションがかなり強え。こいつ結構強いな、緑人。あ、強い強い強い、マジか。やっぱリンに任せようかな、なんなら。で、リンに別にフレンドリーファイア判定もないから、遠くに回って、ほら、リンに殴らせればいいわけだよ。これ結構強い。2発、3発来る。2発か。で、前の敵で今溜めてあったから、あー、アーマーブレイク持ってるのね。俺に行くんだ、俺に行くんだ。よし、OK。一応リンがうちにいるからね。それは、あ、残波とラッシュが来ると。ただ別に、そんなにきつい相手には思えないぞ。リンの方行ってもらって。リンの、なんでお前そんな。いけ、ナイスリン。リン、異様に攻撃判定が短すぎる、リーチが。あー、でも火力お化けだな。これリンの方行った。なんでお前そんなにさ、持ってるわけ。攻撃広い攻撃範囲よ。いや、こいつの連弾がちょっと暴れがすげえな。で、ノックバックめったにしないから、それがかなり。ああ、これリンに任せた方がいいかもしんねえな。うん、そう、無難にリンのその拳にちょっと強えわこいつ。逃げろ逃げろ逃げろ。ナイスリン、ナイスリン、ナイスナイスナイス。リンケ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 拳。そう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 、リン頼む、リン頼む。いや、ダメか、くっそー、こいつ強い。まずは残波刀、これ超大事超大事。この開幕残波刀をしっかり決めていって、あとはもう被弾を下げると。そう、リンに殴らせる。俺にヘイト向かないようにして、そう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 、そういうとこはしっかり隙はもらっていく。で、できる。やばいなと思ったらもうリンに任せると。そう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 、来て、ね、そう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 、ナイス、よく受けた、よく受けた。やばいやばい、これは受けたくない、受けたくない。マジ強え、その技マジ強え、その技。よくいったリン、危ない危ない。これがやっべ、うわー、隙のでかい技をうまく出して、そう、リンにヘイト向いたら1。うわマジか、ギツがギツがギツが、消費させたまんねえか。オッケー、それは、うえー、リンゲ死んじゃったよー。ガト2、
あーん、これさすがに消費殺無理か。 うわーいける。焦んな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 1,2,3,4。おいやーやったぜ。あ、あまだ死んでない。地球の人間、なぜ私たちはリコでさ死んでんだからちょっとシュールだな。なぜ私たちはこれをすることができますか。うん、緑野は林の、あ、違う、リンの故郷であるので、緑の原に住んでる多くの人々がいます。これだから主人公の死後の世界っていう話が本当だったら、死後の住人ってこと？誰もが落ち着いて永遠に生きることは困難ですが、この世界を想像してあなたを破壊したと願っています。私はあなたの行動を容認できません。あ、じゃ一応やっぱ神様なんだね、この緑人ってのが。お、リンが感動してる。お前生きてたんだな。あなたの現在の力で神を倒すことは不可能ですが、あなたは神の止めることができるとあなたは確信していますか。ああ、なるほどね。まだあんたの力じゃ勝てないよと。多分神がこれラスボスだろうな。邪神みたいな。じゃあファラダが邪神なのかな。これのことはどうやって知りませんか。いや、それお前が聞いてどうすんだお前。どうやって知りませんかと。努力の後あなたは失敗するかもしれません。しかしあなたが最初に諦めたならばあなたは決して勝ちません。まあそうだよな、不可能って言ったら終わりですよ。ちゃんと不可能であっても挑戦する頃がね。よく言ったチュンドゥに、俺はそれを実況してね、みんなに伝えたいんだよな。それめちゃくちゃ軽く流されたじゃん。それって言われてんじゃん。あなたの人生に関係なく、まあ、そうだな、リンすげえいい出し持ってるよな。それから私はこの白銀樹を今回削除しません。あなたはこの問題を、あ、じゃあ一旦神様はチュンドゥに託したよっていう感じだね。なるほど、期間があるでしょう、まあ、時間をちょっと上げますよと。あー助かった。他の方法ありません。チュンドゥに、私は今白銀樹の中にいて黒閃力を吸収し、そして自分自身を、え、欺いてって感じじゃないの。自分自身を吹いて白銀樹を破壊しました。他に方法はありますか。すいません。どういうこと、どういうことなんこれ、どういうことなのこのリンは。終章白銀樹、ついに俺最終章に来た。わ、じゃあ次回俺最終話か。あれだな、ラスボスネリア。マジで全然話分かんなかった。どういうこと、リンを助けようとしたんだけど最後リンが悪の力を吸収しちゃったってことで、それに対してリンって絶叫したのかな。ちょっと読解班いたらお願いします。若干なんか展開難しいけど、まあ多分次がね、まあ終章っていうのは分かった。以上です。深いなこのゲーム。